V-A-N-B-I どうも、ラインです、はい、ということで早速も撮っていきたいんですけども、はい、本日はですね、なんとあの48と初コラボです。まあ、48って今ね、男女8人グループということでね、男女 YouTuber という点においてはですよ、まあ、僕ら先輩じゃないですか、言うても。歴で言うと。そう、歴で言うとちょっぴり先輩なわけですよ。そんな先輩がですよ、はい、男女の友情を今まで振りかざしてきた先輩が、実は付き合ってたら、どういう反応すると思いますか？もう失望ですよ。あんなに男女の友情を名乗っておいて。僕たちはそれに憧れて YouTuber を始めました。そんなこと言ってたかは分かりません。分かんないよ、ちょっと違うよ。そんなこと言ってないかもしれません、けどね、コラボをしませんかって結構前からね、48から言われてたわけですよ。誘うからにはやっぱりちょっとなんかやっぱりそういうことを少しは思ってくれてると思う。リスペクトしてくれてる。 そんな彼らにだからこそこのドッキリがいいと思います。本日の企画は男女の友情コンビが実は裏でこっそり付き合ってるドッキリ。基本的にはね、全部アドリブでいこうかなと思います。そうね、一心伝心してるでしょ。そうだね、合わせてくれるでしょ。俺らサッカーで言うと目つぶってでもパスできるし、目つぶりながらしりとりもできるし、誰でもできる。マジ？幼稚園生でもできる。できるの？目つぶりながらしりとりできるよ。猿から生まれてきたんだ。猿から生まれてきてるだろ、みんな。みんな猿から生まれてきてんだよ、バカ誰が。っていうことで早速やっていいと思います。ということで早速やっていこう。柴咲コウマカンコウ札幌札幌一番塩味噌ラン。よっしゃい。あー、お疲れ様です。お疲れです。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。なんかすごいよろしく。じゃあ先にちょっとミーティングしたくて、はい、で UberEats10 万円で後半例えばじゃんけんで負けたやつがここで食うとか、あー、いいですね。食わせ合いになってくると思うんだけど、太郎と乙葉とアミカが一番食えないです。残り5人はまあまあ食えます。ちょっとゆいメモ、はい、ごめんなさい。ここで暮らしてるんですか？もうほぼほぼ。そうね、一応上で2人で暮らしてる感じ。すごい。付き合ってない男女で100万人超えたの3個1以来ぐらいじゃない。本当ですか？何やかんやみんなやっぱ裏で付き合ってる。俺らもそうなんです。え？え？それは知ってるでしょ。結構 YouTube 界では結構有名なんですか？有名でしょ。え？あ、ごめん、言ってなかった。とか知らないのか。付き合ってないっていう体でやってるけど。本当はまあまあ付き合って。いつか。いや、もう長いよ。組む前から。2年記念日だったから。2年記念日。うわ、おめでとうございます。すごい。記念日じゃないから。マジですか。記念日じゃないから。それはもうだってね、ずっとざわついてたから。切っちゃって大丈夫でした。あのね、夏に発表しようと思って。うわ、夏？え、マジっすか？夏に発表して付き合ってますっていうのを発表して、実は婚約もしてて、発表するのがもう12月。いつですか？12月、年末に。え、もう私の誕生日の時に席入れる。誕生日に席入れる。ちょっと待って、マジっすか？絶対言わないで、これは言わない。それは言わないです。さすがにそれを夏に全部言うんですか？夏に付き合ってますって言って12月婚約発表してって感じですかね。婚約するんですね。でも一個だ、他のメンバーもいるから。あ、そうだね、そうだね。せーの、てってー。これ回ってなかったですか？回ってない。これ回ってるよ。え？回ってるよこれ。全部回ってるから。どこに何があるの？どこですか？いや、まああれもそうだし、あそこの花束の GoPro もそう。わからん。あれはわからん。うわー、マジか。っていうドッキリをメンバーにしたいんだけど。まあ、なるほどね。っていうことで僕最初に呼んだってこと。そう。じゃあいよいよ全メンバーにかけていきたいと思います。荷物とかもはい置いていただいて、うん、そう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 。 V-A-N-B-I どうもマイネームですクルン、そしてせーの We are team ボーイの鈴田野です、マコマです、アミカです、ココハです、MCです、フォーウェイトと初コラボです。いやだから同じ男女 YouTuber としてね、これから YouTube 界を盛り上げていこうよと、そういうコラボでございます。よいしょ。そして100万人おめでとうございます。すごいよね今。やっぱ視聴者はほとんど10代も。そうですね、基本的に小中高がいてて、そのお母さん世代の30から40の世代が一番多いかな。幅広いんだね。そうなんですよ。お母さんのスマホを使ってみるんで、ああだからその影響でお母さんも一緒に見ちゃうみたいな。なるほどね。え、じゃあお母さん世代に一番人気なのは誰？熟女に人気なの？熟女誰？あ、確かになんか韓流っぽい髪型しやがってよ。そう見えてあれなんです。恋愛経験。え？童貞？童貞。はっしゃった。はっきりしましたよ。どれ ？D もしかして。D の一族？ワンピースその D。ワンピース。武装色硬化しちゃダメだよ。ここで武装色硬化しちゃダメだ。ということで本日の企画はうまいと10万円食べきれるまで帰りましょう。はい、ということで早速ね注文していきたいと思います。ごめんなさい、本当だ、ちょっとペアリング外すの忘れて、すいません、釣っちゃいけない、釣っちゃいけない、全然もう一回もう一回ですよ。あ、全然もう一回です。本当ごめんなさい、ちょっと言ってよ、忘れちゃったじゃん、ちょっと今いつも忘れないんだけど、ごめんね、ちょっと公表してないから、まだ7月に公表するんだけど。あ、そう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 、最高ですね。うん、7月に公表する。燃える。いや、アミカ買おうよ。いや、そう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 、これでもオフでオフで、はい、ごめんなさい、今のでもう一回ちょっとそのままこれニヤニヤしちゃう、もう一回いきます。はい、せーの V-A-N-B-I。ということで早速やっていこう。 OK、 ありがとうございます。ちょっと手戻してやろうか。もう大丈夫そうです。大丈夫ですか今の？僕たち全然オープニングとかちゃんとこれなって全然大丈夫、本当に。あ、大丈夫大丈夫、優しい、顔こわばってないかみんな。はい、ということで早速注文していきたいと思います。はい、あー、寿司ね。ケンタッキーが食べたいんだ。なんか飲み物欲しいよね。とりあえず肉攻めましょう。アイスケーキ。おお。ということで今ねバーってねもう数万円分頼んだんで、一旦到着してからまた始めたいと思います。はい。またおい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゆいみんなのお茶出し。あ、みんなの。あ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ちっちゃい子でいいなって奥さんみたいだもんな。雑誌の撮影みたいな。そう、3人がめっちゃいいんだね。ゼクシー。そのゼクシーで言うと、まあ7月に付き合ってるって発表して、もう年末には婚約発表しよう。うわあ。もうじゃあ今子だ。まあまあまあ、もうほぼそうだね。オッケー、行こう。はい、ということでまずケンタッキー来たんで食べに行きたいと思います。いただきます。いただいてます。ちょっとこんなちょっと食ったらさ余計腹減ってきたわ。あ、生きとったらな。あ、そういうことね。あんま良くないらしい。あんま良くないらしい。良くないの子供に？マジ？はいはい、これチキンクリスプうまっ。完食です。なんかさ、やってない？なんかおーよー、ドリームチキンラーメン買うかー。やりたい。何それ？突っ込み入れた時とか、誰か知られた時とかに突っ込み入れた時とかに、もう鳥まチケラベイベコンコンチェケラチェケラチェケラベイベコンコンチェケラベイベコンコン。まさか振られると思う。めちゃめちゃ嬉しかった。今日中のどっかで一発超綺麗なの決めたい。カチッと決めたいですね。カチッと決めたいね。チェケラベイベコンコン。前振りがなくて、前振りって何？前振りどれやつよ。結構これ滑る人が大事になってくるんです。僕とか結構よく滑るんですけど、羽生結弦みたいにね。いや、滑ってんねん。それはチェケラベイベコンコンみたいな感じ。簡単になんか誰かが突っ込んだ後の方がやりやすい。突っ込みの感じあるじゃないですか。3秒ほどの勝負。ベビータッピーってやってください。お願いします。せーの、ベビータッピー。ありがとうございます。かわいい。お寿司も来ましたー。いつ終わるんだよこれ。続けんなよ。どこ終わるの？こたつくん、ちょっと手伝って。はーい。ちょっと分かる。どうしたらいいか分かる。終わり方が分かる。どうした？じゃあ動画中に付き合ってるとかなんか結構突っ込んできてって感じで、まあやばいみたいな言わないでくださいみたいな。ちょっと消えて。了解出して。わかりました。すいません、ちょっと失礼。みんなさ、もうバイエンさん気になる質問とかある？あ、そうそう、ちょい質問コーナーね。そう、質問ですか。めっちゃ迷う。何？いや、まあ先輩 YouTuber としてね、あるって多少のことは教えられますよ、そりゃ。ちょっと際どいとこ行っていいんじゃん。もうあれだったらもう全然カットしてもらう。まあなんか多分視聴者の方もみんな気になってると思うんですよね。そうですね。ちょっと本当一体何よ何よ。もうぶっちゃけもう週7、もう毎日一緒にいるんですか？いるね。いるね、週7いるね、やっぱりもう基本的には。ずっと毎日おったら好きっていう恋愛対象って出ちゃうんちゃうんかなって。丸裸にしよう、丸裸に。それはね、やっぱ毎回いろんな YouTuber に聞かれるんだけど、やっぱね、最初はちょっと男女のちょっとなんていうの可愛いなとかあったけども、やっぱ企画をこなしていくとね、相方になっていくんですよ。おお、深いね。もっと成長いいんじゃないの？不意にやらしい目で見ちゃうことってないですか？うわー、ないね。お互い。いやだってもうこんなイケメンとこんな美女が隣にいるんですよ。ちょっと何も起こらないわけがない。なんかある。そんなんイケメン美女横におったらムラってするでしょ。それがね、もういや最初はムラムラでしたよ。それはでもやなんでちょっとね、妹みたいな家族みたいな感じでとか言ってちょっともう企画であらわにしません？何よ。でも教えろ、はい教えろ。一旦あんまりなんでみんなそんな動画をこれちゃめるの？あんまりね、今日テンパってる日ですよ。すごい空回っちゃってる日じゃない？はい。ちょっと頭を冷やした方がいい。いや知っちゃってるからちょっと頭を冷やした方がいい。いやもうこれね、あんまり霊系のやつ今ぐらいまでギリオッケー。なんでお前らこう待ってんの？宮崎質問しました。じゃあもうリーダーいいっすか？おい、じゃあ質問何？付き合ってるでしょ。これはもうこれはもう誰が見てもこのラブラブさはもう絶対に付き合ってると思う。付き合ってないんですよ、これが。付き合ってると思う。使えない。使えない。妄想してる。あんまりまだこういうのしたらいいけど。この質問系やめよう。な。でも今聞きたいよ。おいしいやろ。ちょいいってもう本当に。お寿司食べましょう。お寿司食おう。お寿司あるから。じゃんけんで負けたら教えてもらえ。いいじゃん。これはもういける。いいって。楽しくな切り替えて聞きたいんだよね。いや言わなきゃだったらこんな感じになるんだろう。俺らもなんかいい子やなと思って俺らも言ったからさ、なんかやめてという感じ。うん、なんかそこは知らない程度ずっと動画撮ってほしい。置いといてください。止めっか、なんかちょっとトリル映ってきた。じゃああれだけも持ってきて、あ、いい、あ、いい、座っといて座っといていい。ほんまにごめんなさい。すみません、すみません、すみません、すみません。一旦忘れよう。そうですね。切り替えていきましょう。楽しんでいくぞ。うまい寿司を食って。そう。こっちは何か食べる。ほら、お寿司、エビ。うまいもん食ったら元気出るよ。エビ残ってる。自分の好きなやつ食べていいですよ。こっちはエビかタイか。うまい。うまい。なんでやねん。それではシューやで。いいね。いいね。梅沢君も食べますか？食べます。うまそうに食えよ。繋がらねえだろ。ボツにするんかここまでと。頼むぜ。一回休憩して。トイレ行ってきたら一回。トイレ行ってきたら。ちょっと5つだけじゃ来て。一回落ち着け。5つだけ来て。バンビ君、ああ本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。あんないじけちゃう人じゃないですけど、あんないじけちゃう人じゃないですよ。こっちは切り替え早いし、結構ちゃんと怒られてる。その悪ノリみたいのやめて。本当にすいませんでした。うん、他のメンバーかわいそうじゃん、なんか。本当にすいませんでした。どういうもうしゃあない。なんでか。え？もういいよって。いやもういいよ。大丈夫だってば、やめてもそういう変な風になる、仲良くしたいしさ。みんな変なふうになっちゃうから、なんでイライラしてんだよ。すいません、いい加減にしろよ。おい、やめてってもみんなのとこ行くよ。すいません、みんなのとこ行く。普通にしてるよマジで。でもそんなででもそんなでで付き合ってるのは DC ボックス。全部嘘でしたー。全部嘘でしたー。付き合ってません。マジで付き合ってません。マジですか。結構子供は指輪はこのためだけのやつはこのためだけの全部どこからどこからわからん全部ドッキリでした。よいしょ。さすがに言ってんのもう。絶対言ってよと思って。いやーよかった。大成功です。大丈夫。ということでね、48のチャンネルの方でもコラボ動画上がるので、ぜひそちらも見に来てください。お願いします。はい、ということで48みんなウブで可愛いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。48の誰かも。思った方はこれからチャンネル登録よろしくお願いします。